ムンダカは、スペインバスク州ビスカヤ県のムニシピオ。公式名は、バスク語のムンダカ。コマルカとしては、ブステュリアルデアの構成自治体の一つである。国際的に知られたサーフィンスポットであり、ビスカヤ県の県とビルバオからは、バスク鉄道のベルメオ線でアクセスすることができる。この地域には、前期旧石器時代から人類が居住しており、その証明として、 ウルダイバイ川口の対岸にあるサンティマミニエ洞窟やポルトゥオンド遺跡などの遺跡がある。古代ローマ人はエレーニョで産する大遺跡に惹かれてこの地域に達しており、ムンダカからベルメオを通ってビスカヤ地方西部のバルマセダに達するローマ街道の視線は彼らの存在の証拠として残っている。その後、中世にはバイキングがこの地域に到達したとする仮説もある。 何人かの研究者は、今日のバスク海岸部に存在する、バスク内陸部の方とは異なる、金髪壁岸の方の存在をその根拠としている。民族学者のアントン・エルコレカは、アラビア年代記、中世の物語、他の人類学的データに基づき、旧世紀にバイキングが存在したと主張している。一方で、言語学者のホンフアリスティは、実際に、 バイキングによって退位させられた何人かのサクソン人の追放者がいたと考えている。ムンダカはビスカヤ領主にとって最も重要な場所の一つとして知られている。ムンダカは伝説上の初代ビスカヤ領主であるハウン・スリアの生誕地であり、ハウン・スリアはイングランド王から逃れてムンダカにやってきたスコットランド王女の息子である。ビスカヤ領主の歴史によるとムンダカは ビスカヤ地方で最も古い聖堂があり、その結果としてビスカヤ地方初の議会が置かれた。町の中心地はムンダカ港であり、そこから旧市街が成長した。この地区では全ての家々が中世の漁師の家であり、いずれもカンタブリア海の方向を向いている。ムンダカの安定グレシアは1051年にはすでにビスカヤ等治療から、 サンミリアンデラコゴーリャ修道院への寄贈物として言及があり、1070年には前日の教会からサンフアンデラペニャ修道院への寄贈物として言及がある。ムンダカの紋章には黄金の農場に一匹の狼と一本のオークが描かれ、周囲にはチスの試合が描かれている。ムンダカの自治体機は金色の糸で刺繍が施された赤色の絹布でできている。 1900年代には、スペイン初の国勢調査が行われた。1910年の人口は2284人に達し、その時々の様々な状況に応じて増加したり、減少したりしている。1950年代には1500人にまで落ち込んでいたが、その後数回の国勢調査では、約1650人で安定していた。1990年以降、 ムンダカの人口はわずかに増加傾向にある。ムンダカという名称の由来が、ラテン語の熟語、ムンダ・アックアにあるとする伝説がよく知られている。この伝説は15世紀に、ロッペガルシアでサラサールによって書かれた、年代記に登場する。この年代記によると、スコットランドの故郷を追放された王女を乗せた船が、ムンダカの海岸に到着した。スコットランド人は、 ウルダイバイ川口の濁った水とは、対照的な、とても澄んだ水源を、ムンダカで見つけたので、この地を、ラテン語で、ムンダ・アックアと呼んだ。王女には、やがてハウン、スリアと呼ばれるようになる息子がおり、彼は、初代ビスカヤ領主となったという。この伝説は、ムンダカに、ビスカヤ地方発の安定グレシアが置かれた理由についても説明している、可能性がある。 この伝説を抜きにすれば、ムンダカの語源は不明である。ムンダカへの最初の言及は1070年であり、この際には、モンダカとして呼ばれた。エゴモウムヌニスプラコットインアナミスミスミットインソンクティ、ヨハネスデアラヤリーデアラゴネウーノモーナステリオインビッカが、インローカムクエイディセターモンダカと書かれたのが、ムンダカへの初の言及である。この地域に中世に、 バイキングの集落が存在した可能性に基づいて、その名称の語源を北欧に求める研究者もいる。ムンダカは、岡川のムンダカ川口に位置しており、デンマーク語で、ムントは、河口、墓は、岬を意味することが彼らの根拠である。また、バスク語の地名には、AKA、エカ、イカという語尾が多く、特に、ビスカヤ地方に、このような地名が多い。 ケルトイタリックの設備時 AKA との関連を見ることができる。名称の由来は、より古く、ビスカヤ地方に、ケルト人が居住していた時代に遡るとする、研究者もいる。伝統的には、マンドカと書かれたが、今日では、バスク語の現代的な綴り規則に適応させて、一般的には、ムンダカと書かれている。1982年、自治体の公式名は、 ムンダカとなった。住民の故障は、スペイン語では、ムンダケス、バスク語では、ムンダカラである。マンドカは、ミューニッシュバーのように、ムニオやムンジオを五感とし、丘陵を意味する。赤は、斜面として知られる、設備字であり、一家やエカに変化することもある。ムンダカは、実際に、斜面や丘陵のふもとにある。似た語として、ムンディやメンジも、 ムニオやムンジオのように丘陵や山を意味する。ムンダカの海岸西は、ベルメオと、南はペデルナレスと自治体協会を接しており、東と北はビスケー湾のカンタブリア海である。その海岸には、イサロ島と広大な間海岸がある。町は、標高337メートルのカティリョチュ山や、ベトロコルミネのふもとにあり、市街地は港周辺に集中している。 エレカチュ川がライダ海岸に注いでいる。陶器は頻繁に霜が降りるが、沿岸は夏季も陶器も温暖な気候である。1979年のバスク州発足後、常にバスク民族主義党が絶対多数で議会を支配している。ムンダカ議会の定数は9である。2011年の地方自治体選挙にはバスクナショナリズム恩恵中同右派政党である。 バスク民族主義党、バスク連帯を中心として結成されたばかりのビルドゥ、スペイン国会の二大政党の一つである、スペイン社会労働党のバスク州支部である、バスク社会党、同じく二大政党の一つである国民党の4、政党が参加した。バスク民族主義党が過半数の6議席を獲得し、ビルドゥが3議席を獲得した。バスク社会党と国民党は議席を獲得できなかった。 2012年のバスク自治議会選挙では、バスク民族主義党が59.86%の747票、ビルヌが34.13%の426票、バスク社会党が2.56%の32票、国民党が1.26%の17票、エスケルアニツが0.32%の4票を獲得した。 ムンダカにあるカジノイナムに登録された1999年の失業者数は58人であり、前年比34%の減少を記録した。ムンダカには以下のような組織が存在する。東から見たウルダイバイ川口とムンダカの町ムンダカの海岸はサーフィンの敵地として世界的に有名である。ヨーロッパ屈指のサーフスポットであるとされ、そのレフトの波は、 ムンダカの波として知られる。ビスケ湾から巨大な波が押し寄せ、バスク州の岩がちな海岸に当たって跳ね返る。ムンダカの河口は完璧なサスを形成し、このサスが街の防波堤から見ることができる中空の波を作り出す。9月から翌年2月が後期であり、波の高さは0.9から3.7メートルとされる。ムンダカはかつて、 サーフィン世界選手権ツアーの開催地の一つだった。アンディア・イアンズ、タジ・バロー、ボビー・マルティネス、ケリー・スレーター、マーク・オクルーポ、ジョエル・パー・キンソンなどの偉大なサーファーがムンダカの波を経験している。2011年、アメリカ人サーファーのトム・カレンはムンダカが世界最高の波であると述べた。2005年には30万平方メートルもの砂浜の 春節が行われ、波の崩壊につながった。サーフィン世界選手権ツアーの開催地から外れ、ヨーロッパ屈指のサーフスポットという看板を取り下げた。ライダ海岸は満潮になると完全に砂浜が隠れたが、2015年には当局によって、ムンダカ海岸からライダ海岸に4万平方メートルの砂を運ぶ、試みが行われた。ありがとうございます。